皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと珍しい画角だと思うんですけれども、今までやったことなかった企画みたいなのをちょっと今回やろうかなって思ってて、それが何かっていうと、まあ、今これ部屋着っていうか普通にスウェットのセットアップなんですけど、ちょっと外に出てショッピングセンターにお買い物だったりとか、近くのカフェにお茶しに行こうかなみたいな、なんかそういう時って友達とお出かけっていうわけじゃないから、気合も入れすぎたくないし、パッて外に出られてなおかつだるぎ感見せたくないっていう、なんかそういう時に昼コーデというかっていうのを紹介しようかなって思っております。なんかこの企画はマネージャーさんと話してる時に、パッて外出る時シュナタンどういう格好してるのっていう風に言われて、確かに外をパッて出る時私どういう格好してるんだろうと思ったら、割となんか部屋着、まあ、こういうスウェットをちょっと活かしたコーデだったりとか、普段のお出かけとかも私スウェット着ちゃったりするんですけど、で意外と聞かれてみると気合を入れすぎないけどでもおしゃれに見せたいみたいな、でもそういうコーデってちょっと難しいのかなと思って今回この動画を撮ることにしました。そうなので今回はまあこのスウェット、まあ、グレーのスウェットですね、今日はこのスウェットをベースにいろいろと付け足したりだとか付け足したりだとかここをちょっと変えたりとかして、いろんなコーデを紹介していければなと思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけでここからはちょっと立ちでやっていこうかなと思うんですけれども、まずノーマルの、まあ、部屋着かっこ仮なんですけれども、部屋着でスウェットを着る人も多いかなと思うので、普通なスウェットのセットアップを今着てます。このナイキのグレーのやつなんですけど、レベルを4段階ぐらいに分けてやっていこうかなって思います。でまずレベル1が、私も普段のコーディネートから小物を結構取り入れたりするんですけど、いろいろと小物をね付け足していくと結構本当に変わるんですよ。騙されたと思って一回試してみてほしいんですけど、まず本当に簡単にスウェットのだるぎ感をなくすのに使う小物なんですけど、アクセサリーをつけていこうと思います。私も普段からアクセサリーをつけることが多いんですけど、ちょっともうネックレスはつけちゃってるんですけど、こういったリングとかイヤリング、ピアスというのをつけていきたいと思います。ちょっとねカメラで伝わるかわかんないんですけど、これがあるだけで本当に見え方が変わるんですよね。やっぱこういったちょっとキラッとしたものをつけるとコーディネートのレベルが上がるって言ったらいいのかな。やっぱでもアクセサリーは本当に大事だと思うので、まずレベル1ですね。ほらもう結構違いません？ちょっとこうキラッとしたものがあるだけでなんか物寂しい感が薄れて、これだけでもね全然違った感じに見えると思います。ちょっとこう前とかをインしたりとかして出まくったりとか、こんな感じとかでも可愛いですよね。まあレベル1はどっちかっていうとスウェットにそんなに抵抗がない人向けにはなってくると思います。であともう一個おすすめな小物がありまして、今私こうメイクをしちゃってるんですけど、お家にいてちょっとパッて外出たいなって思う時とかってすっぴんなことが多いと思うんですね。そうだからすっぴんをちょっとでも薄れさせるために、じゃじゃん、こちらのサングラスなんですけど、カラーサングラスがいいと思います。ガチガチにこう黒いサングラスとかでもいいと思うんですけど、今のご時世マスクをすると思うので、それに黒目のサングラスをかけると結構こう怪しい感じがしちゃうかなって思うので、カラーサングラスとかならおしゃれに見えるし、ちょっとこう隠れるしっていうので、なんかこういったスタイルも私個人的にはおすすめな感じですかね。であとまあバッグを持つだけでも本当に結構雰囲気がガラッと変わったりするので、例えばなんかこういったバッグとか、ちょっとちっちゃめのちょっと綺麗めなバッグとか、これ黒子のバッグなんですけど、こういうものとかをパッて持つだけでも綺麗めな感じがプラスされるので、割とこうスウェットのダルっぽさとかっていうのを軽減してくれるかなっていう風にも思います。でまああとシューズなんですけど、いろいろねあるんですけど、ガラッと雰囲気を変えるんだったらこういうブーツ、ヒールのあるブーツだったりとかがおすすめです。これは私ウエスタンブーツなんですけど、より今年っぽさを出したいんだったらこういうウエスタンブーツがいいと思います。私本当ウエスタンブーツ大好きですよね。っていうかめちゃめちゃ動画でウエスタンブーツ紹介してると思う。なんか普段もよく履くし、こんな感じとかでも可愛くないですか。こういうねコーデも私はすごく好きなので、こういった小物とかでこのダルっとした感じを軽減してあげるとよりいいんじゃないかなと思います。では続きましてレベル2行きたいと思います。まあ今の時期とかは特にこのスウェット上下だけだと寒かったりするので、アウターとかは着ると思います。まあなので今の時期ならではっていう感じなんですけれども、このスウェットの上下にいろんなアウターを付け加えてみ
たいと思います。でまず1個目のアウターがじゃがじゃん、こちらジャケットでございます。もうみんな大好きジャケットですよ、テーラードジャケット。今回パッて出られるっていう感じのコーデを紹介してるんですけど、そもそも今スウェットが流行ってたりするので、今から紹介するコーデは普通にお出かけみたいな時にも着れるコーデなので、そういう時にもおすすめなんですけれども、はい、こんな感じ。このジャケットのカッチリ感とスウェットのラフさがすごくバランスがちょうどよくって、すごくこなれ感も出るおしゃれなコーデだと思います。私だったらこれに何でも合うと思うんですけど、こういうブーツをちょっと履いたりとかして、こんな感じかなとかでもとっても可愛いです。ほんとさっきのねスウェット上下の部屋着感から一気にこう外着感がプラスされたと思うんですけど、でなんかさっきのバッグ持ったりとかしてもめちゃくちゃ可愛いです。でこのジャケットなんですけど、ここだけちょっと注意した方がいいなって思うのは、ジャケットのサイズ感が結構大事かなと思ってて、テーラージャケットって最近はオーバーのサイズのものがすごく流行ってると思うんですけど、スウェットに合わせるときはそういうオーバーサイズのジャケットがいいかなって思います。ジャストなジャケットだったりとか、シルエットがくびれたようなシルエットのジャケットとかもあると思うんですけど、そういったジャケットはそもそもスウェットの上から着ちゃうと多分ゴワゴワするっていうのもあるし、あのスーツ感がすごく強くなっちゃうので、ただただジャンルの違うものを合わせたみたいな感じになってしまうかなと思うので、そこだけは注意かなって思います。では続いて2つ目のアウターがじゃじゃーん、こちらレザージャケットでございます。まあレザーもねスウェットとは結構反対なアイテムっていうか強めなアイテムだと思うので、これもねうまくスウェットのダルっぽさを消してくれるんですよ。はい、見ました。どうでしょうか。このコーデもね普通に可愛いですよね。普通にパッて外に出るとかじゃなくて、お出かけに全然着れちゃうコーデ。これにシューズを合わせるとするのならば、スニーカーを選びます。さっきのブーツとかでも全然ほんと可愛いんですけど、より着やすいのはスニーカーかなっていう気がします。そもそもレザージャケット自体がとってもハードなアイテムなので、ハードなアイテムにブーツを合わせるとすごくかっこいいコーデにはなると思うんですけど、こういったスニーカーの方がラフさが出るかなと思うので、このスニーカーもおすすめですね。はい、こんな感じ。まあ、バッグはそうだな、なんかカラーものとか持っても可愛いかもしれないですね。こういう感じで黄色なバッグとかでも可愛いです。このレザーのジャケットもさっきのこのテーラードジャケットと同じ感じで、オーバーなサイズを着てあげるのが私は好きです。なんかメンズ、これも実際メンズなんですけど、メンズのレザージャケットとかを着ても可愛いと思うので、こんな感じですかね。はい、じゃあ続いて3つ目がじゃじゃん、こちらのトレンチコートを加えてみたいと思います。スウェットのセットアップにあえてこういうちょっとなんて言うんでしょう、フォーマルなというかものを合わせるのが本当にこなれ感が出てめちゃくちゃおしゃれに見えて可愛いんですよね。いかがでしょうか。可愛いですよね、このコーデも。トレンチにこのパーカーっていうのはすごく定番というか結構見かける組み合わせだと思うんですけど、デニムとかでももちろん可愛いんですけど、スウェットセットアップのまま羽織ってもすごく可愛いコーデが作れます。でなんかちょっと帽子とかかぶっても可愛くて、最近私ずっと欲しかったハンチングを手に入れまして、こういったねハンチングとかをかぶってあげてもとってもおしゃれに見えて可愛いと思います。これでヒールとか履いてあげてもすごく可愛いですよ。スウェットにヒールって可愛いですよね。どうでしょう、バッグもちょっとかっちりとしたブランド物のバッグとかを持ってあげたりしても可愛いです。まあこれはもうフラットというか結構しっかりお出かけコーデみたいな感じかな。でもフラット外出る時とかにもパッてアウターホールだけなので、こんな感じでもおすすめですね。可愛いこのコーデも。はい、レベル2は続いてるラストなんですけど、ラストがさっきとちょっとかぶってしまうんですけれど、このチェスターコート、コートかぶりなんですが、これを着ていこうと思います。まあ、この組み合わせも私よくやるんですけど、はい、こんな感じ。この感じもすごく可愛くて、チェスターコートって羽織るだけですごくかっこいい印象が出ると思うので、そんなチェスターコートを1枚パッて羽織っただけの超簡単コーデまあこれにそうだな、さっきのブーツとか合わせても可愛い気がする。今回私はまあホワイトのチェスターコートなんですけど、冬とかってやっぱりみんなアウター黒が多いと思うので、だからあえてホワイトっていうのもすごい可愛くておすすめです。こんな感じとか、ホワイト系の小物でいってみましょうか。ちょっと今フードがあるのでちょっとごわついちゃうかもしれないですが、こんな感じでマフラーとかをしてあげても可愛いと思います。でちょっとバッグもホワイトなものを持ったりとかして、ホワイトの小物で攻めてみましたあったかいコーデですね。これなんか結構カフェとかいいんじゃないでしょうか。ちょっとほっこりとした感じで可愛いと思います。
で、チェスターコートなんですけど、私の個人的なポイント、こだわりとしては、割と丈はしっかりと長めなものを選んであげた方が、今っぽくなるかなっていうのと、よりおしゃれさんに見えるかなっていう気がします。なんか微妙なね、このぐらいの丈とかの、コートもあると思うんですけど、このぐらいの丈って意外と合わせづらかったりするので、丈感は結構チェスターコートは大事かなっていう気がしますね。割としっかりやった方がすごいかっこよく着られると思います。まあ、さっきのトレンチコートもそうかな。トレンチもなんか微妙な丈のものとかって使いづらかったりするので、私の個人的な意見ではあるんですけど、ということでレベル2はこんな感じでございました。では続いてレベル3いきたいと思います。レベル3がですね、パンツをそのまま活かして上をちょっと変えるっていうコーデを組んでいきたいなと思います。まあ、でもこれは結構本当無限にあったりとかするので、中でも私のおすすめ推しなコーディネートにはなってくるんですが、はい、紹介したいと思います。じゃあまず1パターン目がじゃん、こちら、この白シャツにニットベストを着るコーデ。これはね、すごく可愛いんですよ。はい、ということで、じゃん、着替えてみました。いかがでしょうか？こういう感じもね、可愛いですよね。なんかちょっとスクールガールっぽい感じで。そう、まあ、なので、ちょっとシューズもこういったローファーとか合わせても可愛いんですよ。あ、ちょっと白ソックスね、すればよかった。白ソックスでも可愛いです。まあ今は本当もう、さっきも言いましたけど、スウェットパンツ流行っているので、これをお出かけコートとして使っても全然いいと思います。海外っぽいコーデが好きな方とかには、今回紹介するコーデたちはすごくおすすめだったりするんですけど、こういった感じとかもね、可愛いですよね。スウェットの上下とは一気に印象が変わると思います。やっぱ本当こういう白シャツって何でも合わせやすいですよね。この組み合わせもすごく可愛くて、ということで、続きまして2パターン目がじゃじゃん、こちらニットなんですけど、その中でもカラーもののニットとかを合わせてあげるとめっちゃ可愛くて、これが本当に可愛いんだよな。はい、ということでじゃじゃん、こんな感じです。どうでしょう、可愛いですよね、このコーデも。今回こういったちょっとオーバーサイズな感じのゆったりとしたニットを合わせてるんですが、タートルとかピタッとしたニットとかでも可愛いとは思います。まあでもよりラフさを出すんだったら、こういうちょっとゆるっとした感じのニットがいいかなという気がするんですが、これにもうちょっとこだわりというか、こだわってる感を付け加えるとすると、なんかこういうブーツとか合わせてあげて、あとこういったマフラーとかをこんな感じで付けてあげても可愛いです。でね、こんな感じかな、完成です。このコーデもねすごく可愛いですよね。やっぱカラーものを入れるだけで一気にコーデにインパクト、印象がつくと思うので、ダルギっぽさっていうのもすごく軽減できるかなっていう気がします。こういうアイテムってデニムとかにも合いますし、結構使えたりするので、なんか1個持っておいてもいいんじゃないかなという気がします。はい、ということでレベル3のセットパンツだけを使ったコーディネートはこんな感じでございました。なんかさすがに上下スウェットっていうのが抵抗が結構あるっていう方は、片っぽだけ残してあげてっていうコーデもとってもおすすめです。では続いてラストなんですけど、ラストレベル4がですね、うちの上を活かしたコーデを作りたいと思います。さっきのレベル3よりももっともっとスウェット感を薄めたいっていう方は、もう上を使うっていう風に切り替えていくといいと思います。まあ、このパーカーは本当にお出かけとかにも使われるので、普通に本当普通のコーデな感じにはなると思うんですけど、まあ、紹介していきたいと思います。でまず1パターン目がこちら、ででん、スラックスを合わせていきます。はい、ということで着替えました。まあこの組み合わせはもうね定番だとは思うんですけれども、まあなんかスラックスはそんなにこうさっきのスウェットパンツともラフさは変わらないと思うので、パッとこうお買い物するっていう時とかにもおすすめです。私も実際にこういった感じでなんかスーパーにちょっと食材を調達しに行ったりとかっていうのもするんですけど、そう、まあなんかスニーカーとか履いてとっても簡単なパッとできるコーデ、髪の毛もボサボサだなっていう時とかをキャップとかをかぶったりとかもしますし、それでちょっとコンパクトなバッグとかを持ってこんな感じでスーパー行ったりとかっていうのもよくします。私も実際に簡単でおすすめなコーディネートでございます。私の定番ちょいでコーデちょいでコーデで、まあちょっともう続いてで早くもラストになってしまうんですけれども、2パターン目が定番ですよ、じゃん、デニムパンツ、これを合わせていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで着てみました。もうこのコーデは紹介するまでもないかなという気はしたんですが、まあ、でも一応ねこういった感じも可愛いよねっていう感じで紹介させてくださいデニムパンツの中でもスキニーとかでももちろん可愛いし、ストレートパンツとかテーパードパンツとかでも可愛いと思うんですけど、なんかちょっとこういうフレアパンツとか今リバイバルで2000年代
ぽい感じのコーデも入ってたりとかするので、トレンド感が出るかなっていう気がします。でまあこれに小物を合わせるとすると、ヒールを履いてあげたりとか可愛いですよね。で、まあ、バッグちょろっと持ってあげて、はい、可愛いと思います。もうこれは普通にすごくラフなお出かけコーデ、まあ、さっきのスラックスとかよりももう少しラフさをもうなくしたいっていう方とかは、こういうデニムパンツを履いてあげてもよりカジュアルっぽさが出ていいかなっていう気がします。はい、ということで今回はまあこんな感じでですね、部屋着もちょっとスウェットのセットアップっていう風に仮定させていただいて、それを活かしたちょい外出コーデみたいな、ほんと簡単にパパッと組めるコーデをいくつか紹介してみました。レベル1からレベル4まであったと思うんですけど、なんかレベル1はスウェットのセットアップをちょっと活かして小物でお出かけ感、スウェットのセットアップに小物を合わせるならみたいな感じで考えた方がいいかなっていう感じで、いろいろとね合わせていきました。それよりももう少しスウェットの印象を薄くしたいっていう方のために、レベル2のアウター、まあ、今の時期ならではなんですけれども、アウターを羽織ってあげてっていうコーデを作りました。でその後レベル3がスウェットのセットアップ自体を外に着ていくのがちょっと抵抗あるっていう方に、スウェットのパンツを生かして、パンツって結構家帰ってきてからもう履き替えたりするのめんどくさいと思うし、行って帰ってそのままでも全然くつろげちゃうよっていう感じのレベル3のコーデでした。で最後レベル4がもう本当スウェット感をなくしたい、スウェットのパンツよりもスウェットのトップスとかの方が普段のコーデにも使われることが多いと思うので、下を変えたいっていう方のためにコーディネート考えてみましたっていう感じでございます。やっぱりスウェットのセットアップってこう見ると本当に着回し力抜群だし、アイテム付け足したりとか変えるだけでもこんだけ見え方が違うんだっていうのもぜひぜひ感じていただけたら嬉しいかなって思います。意外としっかりとお出かけとかよりも立って出たい時のコーデが難しいっていう方もいるかなと思って今回動画を作ってみました。少しでも参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。